おはぴよー、どうも、ひなぴよーと、名前が言いにくいゲーム実況者代表を目指してます、ゴドゼです。はい、ということでね、今回は、ゴドゼちゃんと、ちゃんゴドゼちゃんね。はい、ゴドゼちゃんですよ。ゴドゼちゃんと二人で、愛を知らないヒロインへっていうゲームをやっていこうと思うんですが、このゲームはですね、配信者友達のミロクさんが制作したゲームとなっておりまして、なんと、私とゴドゼが、このゲームのサンプルボイス、ちょっと担当させていただいたキャラクターがいるんですね。自分で言ってびっくりするなって。マジか。そうなんですね。なんと、声ちょっと全然違うかもしれないんですけど、真ん中にいる青のルカちゃんっていうキャラクターを私が担当してて、この画像の一番右にいるこの、今回主人公ですね、クロトくんっていう子をゴドゼが担当いたしました。おお。ので記憶にないなあれなんで、この愛を知らないヒロインへの、PV サンプルボイスを担当した二人で実況していこうかなと思います。お願いします。お願いします。じゃあ、まあずっと喋っちゃうんで初めからやっていきましょう。うわー、始まる。うわー、緊張するね。いや、めっちゃ楽しみ。いくよ。 OK。 愛ってなんだと思う？なんだよ急に。いいから聞かせて。そうだな、きっと愛っていうのは。おお、おはようございます。おはようございます。そう、こんな感じでね、全部クロトくんはゴドゼにやってもらって、他のキャラは私が担当しようかなって思ってますよ。そうだね。はい、カチッと。いい部屋。いい部屋。なんだか懐かしい夢を見た気がする。クロト、朝ごはんできたわよ。はーい、今行く。母ちゃん、うるせえな母ちゃん。悪い、遅れた。おはようルカ。大丈夫よ、急に呼んでしまってごめんなさい。青のルカ、幼馴染みで俺と同じ。徒歩高校だったかな。2年生だ。そうよ、もうわからないからそのままやるしかないわ。ちょっと忘れちまって、それでどうしたんだ。クロト君に相談したいことがあって、これを読んでほしいの。ピポン。ルカは手書きの紙を渡してきた。青のルカさんへ。優しく笑いかけてくれるあなたが好きです。おはようの声が好きです。誰よりも早く走るあなたが好きです。テストを夜遅くまで勉強して頑張るあなたが好きです。大丈夫かな。不安になる。またラブレターもらったのかよ。今度は誰からだ。それがわからないの。わからない。じゃあこの手紙は何のためにあるんだ。そう、でも誰かわかったら私は愛を知れるかもしれないの。またルカは愛を知りたがる。昔から理解できないって苦しんでいた。だからお願い、この差出人を一緒に探してくれないかしら。しかし愛を知ってもらうわけにはいかない。なぜなら俺はルカが好きだからだ。なんだ、心の中ではすっごい素直な男だなこいつ。なお、なお、この差出人の恋を阻止するぞ。そういう目的なんだ。クロト君、聞いてる？ああ、一緒に差出人の正体を探すよ。いいの？すごく嬉しい。ありがとう。よろしくね、クロト君。あら、かわいい、かわいいよ。ルカ、かわいい。ココアちゃん、
おはよう。やばいやつばっかりだ。やばいやつにしちゃってるわ、しゃあ、ココアちゃん。これはミロクさん本人がね、お声を当てていたので、ちょっと、近づけられるかな、ちょっと。なるほど。おはようございます。って、この人誰ですか？お前こそ誰だよ。全然似てねえわ。ダメだ。この子はクラスメートの赤羽ココアちゃん。クロト君は初対面かな。ああ、はじめましてだな。一組の一ノ瀬クロトだ。よろしく。よろしくお願いします。で、なんでいるんですか？いいね、かわいい。それはさすが、あ、まあまあまあ、見間違える見間違える。それは、ルカにラブ。言っちゃダメ。なんでだよ。赤羽協力してくれそうじゃん。手紙のことは他の人に言いたくないの。恥ずかしいから。確かにそうか。わかった。そんな恥ずかしいことですかね。モテるってことはいいことですかね。恥ずかしがって。かわいいね。やばい。おじさん心が。どうかしたんですか？いえ、なんでもないわ。さあ、行きましょう。ココアちゃん、かわいい。ココアちゃん、かわいいね。ストーカーは、ルカに好意を寄せている人間だ。学校に手がかりがあるかもしれない。もうストーカー呼ばわりなんだ。それな、確かにな。ね。しかも、なんなら私たちの方がストーカーみたいになってたからね。学生ホールで聞き込みをしよう。オッケー。あは。おー、すごい。売店？いいね。お昼休みは購買に来る人で溢れ返っている。ん？あの黒髪は赤羽だろうか。一人でサラダを食べているようだ。よ、赤羽。あなたは一ノ瀬くんって勝手に隣に座らないでください。俺、赤羽と仲良くなりたいんだよね。え、怖っ。怖っってちょっと。すごいコミュ力の持ち主、クロト君。プレイボーイやな。いいね。何のためにですか？何？友達になりたいって思うのはダメなの？ダメではありませんけど、ちょっとだけですよ。おお。おお。すごい、4つも選択肢が。ね。まあ、でも全部聞けるんじゃないかな。あの、まずはチャンルカについて聞こうかな。ああ、チャンルカについて聞こう。ルカちゃんと出会ったのは受験の時です。消しゴムを忘れたココアに声をかけてくれたのです。ルカちゃんは可愛くて賢くて女神のような方です。つまりココアの最強の親友ということです。おお、なんかすごい。あ、本当にルカが好きなんだな。すごいあれだね。ちょっと、過激だね。もう濃厚な方の好きなような気がするけど。顔も変わってるしね、結構、うん。あれ、友達なのに一緒にご飯は食べないのか？おー、なるほどね。ほうほう、まあ確かにね。じゃあ。不審者呼ばわりなんだけど、ここで。ね、さっきはストーカーって言ってたしさ。そう、ストーカーやら不審者やら、もう、クロト君にとっては敵だもんな。まあ確かにそこ。じゃあまあ部活について聞いてみるか。オッケーオッケー。部活は何に入ってるんだ？ルカちゃんは陸上部の短距離選手ですよ。ああ、できる女。まあルカじゃねえよ。ココアは帰宅部です。それは部活じゃねえよ。すごいツッコミ役。、ね、じゃあ一ノ瀬くんは何の部活なんですか？サッカー部だ。うわあ、まあコミュ力の権限みたいなやつが入る部活だわ。確かにね。完全なる偏見。
一ノ瀬君もココアと同じかと思ったのに。幽霊部員ということは黙っておこう。同じようなもんだな。同じようなもんだったな。じゃあ聞いてみる？不審者についてね。俺の恋がたき。ストーカー。最近怪しい人って見なかったか？目の前にいますよ。俺じゃねえか。いや、もうちょっと真面目に頼む。ルカちゃん以外の人は知りませんよ。相手を間違えたようだ。あ、ルカちゃんが困っている人がいると聞きましたよ。部活の先輩のボディータッチが激しいって。その先輩の名前は？さあ。はあ、マジでルカちゃん以外に興味ないじゃん。ね。まあじゃあ3つ全部聞いたから話を終えるか。そうだね、それしかないな。ね。いやでもカーディガン可愛いなこれ。ね。ああ、そろそろ会話を終わろうかな。まあ、まだ話すのあるの？何まだ話す？あ、同じね。あ、オッケーオッケー。終わるか。終わるか。じゃあな。あ。もういいですか？そろそろ授業が始まってしまいます。ああ、話してくれてありがとう。マジで、冷たい。次は、生徒指導の先生に話を聞きに行こう。生徒指導ね。失礼します。2年1組の一ノ瀬黒人です。え、氷室先生かな。氷室先生いらっしゃいますか。おー、これはあれだ、うん、これもまたサンプルボイス、私の知り合いの配信者さんがね担当してるんですわ、うん、ちょっと真似できるかな、うん、おや、初めて見る顔だね。どうしたのかな。全然似てねえわ。無理だ。お、不審者ね、また。まあ、まず、無難に担当授業について聞いてみる？あれか、生活指導だから、その、不審者見かけたらよろしくお願いしますってことを言いたくて来てんのかな。ああ、そうかもね。聞いてみよう。私は、3年生の国語の担当をしているよ。先生の声、落ち着いていて聞きやすいから人気なんじゃないですか？いや、なぜか私の授業は眠ってしまう人が多いんだよ。なんでだろうね。もしかして声が良すぎて睡眠を誘発している？甘いボイスで。そういう。ASMR 的な。ASMR だな。指輪について、そうね、指輪してるもんね。指輪してるって思った。すごい主張してる。確かに。結婚指輪だよ。私にはもったいないぐらいの奥さんでね。ほら、これが私の家族なんだ。ああ、いいね。おお。へえ、綺麗な奥さんですね。ああ、本当に素敵な女性なんだ。でも、先月交通事故で美穂は天国に行ってしまったんだ。はあ、先生はどこか遠くを見ているようだ。なんかさ、どことなくルカちゃんに似てない？まあ確かにね。これはあれだね、不審者候補の一人ってことですね、この先生が。まあそういうことか。面影を追ってるみたいなさ。ああ、なるほどね。うん、まあなくはないよね。重ねちゃってね。そうそう、確かに確かに。はいはい。じゃあ最後、不審者ね。俺の恋敵について。不審者の情報ってありますか？待ってね。あ、不審者がいるって報告書があるよ。黒い髪の人物だったらしいね。参考になったかな。はい、ありがとうございます。黒い髪ね。自分か。俺か。俺だった。やはり。ちょっと思いが溢れすぎて無意識に手紙書いて入れちゃった。いやでもねえ、ありえなくないかも、ね、そう、ありえなくないし、ココアちゃんも黒髪だし、先生もまあ茶髪だけど黒に近いって近いしな。あ、そうだね。うん、ちょっと全然わかんないね、まだね。わかんないわ。ちょっと話終えますか、うん、お、他に聞きたいことはなかった？まあ
終わりでいいか。まあそのカーディガンどこで買ったんですかってぐらいですかね、聞きたいな。これはやばい、男性のファッションブランド知らねえわ。これはユニクロだよ。ユニクロ、まあありそうだわ。もう大丈夫です、ありがとうございました、失礼しました。放課後になる前にルカと話しておきたいな。ドキドキ、ルカちゃん、ルカちゃん。クロト君どうしたの。2年5組ルカのクラスだ。ルカちょうどよかった、聞きたいことがあってさ。お、なるほど。おお、不審者。これ一番最初に来るんだ。ね。おー。最後にしとく。そうだね。不審者。ちょっと、まあ、赤羽ちゃんについて聞いてみるか。うんうんうん。赤羽はどういうやつなんだ。いつも赤点を取っているのと、家にお金がないってバイトで忙しそうね。今の話聞いてもよかったんだろうか。まあ家庭の事情みたいな話になってきちゃうからな。そうだね、うん、しかも一番最初に来る印象が赤点取ってるってやつ。なんかルカちゃん側からしたらそんなにココアちゃんと仲良くないみたいな感じなのかな。なんかね、うん、あんまりそんな一方的な愛に見えちゃうな。そうだね、うん、好きなものを。うん、ルカは花が好きだったよな。何の花が好きなんだ。そうね、イベリスという白くて可愛い花かしら。ああ、確か家の近くの公園にあったよな。花言葉とかの意味あるんだろうな、きっと。ありそう、うん、あの甘い匂いが懐かしい。ちょっと花言葉調べていいっすか。ああ、いいよ。ちょっともう気になっちゃってさ。花言葉でなんかいろいろ分かっちゃったりしない？え、いや、これはいいでしょう。なんて花だったっけ？イベリス？イベリス？やばい、電波が悪すぎる。電波が？電波が悪すぎて全然検索、ググれない。そんなことある？Wi-Fi 繋いでるでしょ。うん。あ、違うわ。なんか馬出てきちゃった。馬？馬出てきた。おー、イベリスの花言葉は、心を引きつける、初恋の思い出、甘い誘惑。うん。だって。おっと？なんか、意味深。そうだね。じゃあ、まあ、割とね、恋とか愛とか。ね、さすがにネタバレにはなんなかったわ。甘い誘惑もなんか怖いね。そうね。甘い香りしてたって言ってたしね、さっき。確かに。いや、もう、ルカちゃんからもイベリスの香りしそう。いや、ね、白だもんね。ねえ。そうだね。よし、じゃあ最後、恋敵について聞こうか。電車について。実は、ストーカーがいる気がするの。帰り道とか学校とかで視線を感じる気がして。あら。本当にストーカーだった。ストーカーだわ。うん、ストーカーがいるのか？何かされたりしてないか？クロト君言ってたじゃん、自分で。いや、自分のストーカー言ったよ。そうね。クッキーがカバンに入ってたり、ロッカーが整頓されていたり。随分有効的なストーカーなんだな。ココアちゃんじゃないの？クッキー入ってたはココアちゃんっぽいな。ね。うん。ちょっと怖いけれどね。なるほどね。ああ。まあ全部話は聞きましたと。うん。うん。そろそろ会話を終わろうかな。かな？な？そうだ。今日一緒に帰らない？一人で帰るのは少し怖くて。いいよ。じゃあ部活終わったら連絡くれ。じゃあ放課後ね。話を聞いてくれてありがとう。うん。うん。ラッキーじゃん。クロトからしたらね。そうね。部活が終わるまで時間がある。図書室でルカを待とうかな。サッカーやれよ。おーっと、おうおう。これあれじゃないかな。一番左にいた
すごい長髪の男性、うん、ね、金髪っぽいね。黒髪の君ちょっといいかな。出た。お、やっぱり誰だこの人。俺は3年の早川志麻、一応陸上部員。1年の一ノ瀬です。先輩が何か用ですか？うちの青野ちゃんと仲いいけど、どういう関係？ルカとは幼馴染ですけど。じゃあ彼氏ってわけじゃないんだ。早川先輩はルカの彼氏になりたいんですか？これボディタッチ先輩でしょ、多分。ボディタッチ先輩あのボディタッチされて困ってるってココアちゃん言ってたじゃん。ああ。多分これなんじゃない？ぽいな、ね、確かにな、うん、ボディタッチ先輩。もっと仲良くはなりたいかな。でも綺麗な子と付き合えたらいい思い出になるだろうね。早川先輩が手紙を書いた人なのか？もっと話がしたいな。手紙は書かなそうだけどな、この人。そうだよね、うん、内容的にもね違うと思うな、ね、気になることじゃあ聞いてみよう。うん。最近気になることはありませんでしたか？漠然としてるな。ちょっと前、不審者が部活、部、部室、部下、部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 、この人どんな人だったんですか？俺も逃げるところを見たけど男だと思う。髪が短かったからね。あ、うん、男なの？男で髪は短くて黒髪？黒髪？でもドイツ人物か分かんないから。あ、そうか。先生が言ってる不審者とパイセンが言ってる不審者は違うかもしれんからな。そうそう、ボディタッチ先輩が見たやつはまた違う可能性もあるかも。ボディタッチ先輩がモテますか？ちょっと最後に聞きたいな。ああ。じゃあ部活について聞こう。ルカの部活の先輩なんですよね。そうだね。でも青野ちゃんは賞もバンバン取っちゃってさ、正直先輩らしいこと何もできてないんだよね。早川先輩も短距離なんですか？うん。早かったら勝ちって分かりやすいじゃん。確かに。ああ、それでキャーキャー言われると。ああ、なるほどね。よし。じゃあ。モテますか？いかにもモテそうだからな。うん。ああ、モテてるとは思うよ。俺、かっこいいし。なんで照れてんねん。ペロって。身長も高くてイケメンな先輩。でもなんかムカつくんだよな。もう自分に自信ありにきだからな、この人。そうね。いいことだけどね。ね。一ノ瀬くんはモテなさそうだね。これはムカつくな。こういうところが。ああ、これは確かにモテなさそうはちょっとムカつくな。これはムカつく。そうだよ。周りのこともあげてくれる人じゃないとね。そうだね。じゃあもうこんなボディタッチ先輩とおさらばして、そうだね、チャンルカを待とうか。そういえば部活は行かなくてもいいんですか？もうこんな時間じゃん。じゃあまたね。さすが陸上部、移動が早いな。俺も図書室に向かおう。そうか、今狙ってるのがね、ルカちゃんってことなんだね。うん。くん、黒人くん、寝ちゃった？ん、ああ、ルカ、部活お疲れ様。待ってもらってごめんね。いつの間にか眠ってしまっていたようだ。ん？カバンに何か入ってる。うわあ！うわ！なんだよこれ。好きです好きです好きです、愛してます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 、許さない、許さない、青のルカから離れんの。怖い、わざわざ赤ペンに変えてる。
誰がこんな手紙を書いたのかしら。なあ、やっぱりちゃんと先生とかに話した方がいいんじゃ。おお。きょわい。いえ。こんな時に電話、非通知だ。どうしたらいいかな。電話に出た方がいいのだろうか。うわ、ちょっと待って。わこれ大事だろ。あ、セーブできる。そうだね。やったぜ。赤文字の前はなんか、セーブした方がいい、うん、いいみたいなね。そうよね。あ、これ赤字だもんね。ああ。いやでも、怖いからね、わしは出ないよ、ビビりだすな。わしは超チキンだから、うん、絶対出ないよ。まあ、非通知からの電話はさ、出ないよね、普通ね。しかもこのタイミングで。うん。怖すぎる。帰るで。ね、多分見ながらってか見てると思うもん。いや、見られてるね。ね、絶対電話かけてる。その見ながら。うん。じゃあ。一旦心に従う。うん、心に従う。出ないどこ。うんうんうん。よし。電話は切ったわ。いや、怖いな。うん。気味悪いし、早く学校出ようぜ。うわぁ。おぉ、先生。おや、こんばんは。氷室先生、こんばんは。ちょうどよかった。青野さんに少し頼みたいことがあるんだ。一ノ瀬くんは、先に帰っていなさい。え、何？やばい、怖い、ちょっとこれ重ねてる説あるぞ。帰りたくないぞ、うん、先生に呼び止められた。どうしようか。ええー、いやいや帰え、ええお、急に大事なね、選択肢が連発畳みかけてきてる気がする。ねえ、え、いやー、なんか先生の顔に影ありすぎるし。いや、ルカも青ざめちゃってるしさ。二人とも顔色悪すぎる。そう。いやー、しかもね、ほら、電話来たりしててさ、うん、ちょっと、なんか、まあ、先生には今わかんないじゃん、その状況が。そうね。でも、わしらはちょっと結構危ない状況ですから、うん、帰らせていただいて。それは先生を無視して一緒に帰るってこと？そうだね。か、いいと思うんだけど。そうよね。ちょっとまず、あれだわ。全部逃げ帰る選択肢みたいな感じでやってみるか。うん。すいません、先生、ちょっと。ちょっと怖いんで、先生の顔。怖いんで、そう、ちょっと、影抜いてから来てください。そうしてください。いつもの氷室先生と違う気がする。それに、ルカが先生を怖がっているようだ。ほら、やっぱ、そうじゃん。おぉ。先生、それ、明日でもいいでしょ。もう帰りますね。ルカ、行こう。あ、ちょっと待ちなさい。あら、うん、もう影なくなってたな、ね、最後、うん、ちょっと待て、こんなに走るとは思わなかった。部活よりも走ったかも。ありがとう。少し苦手なの、氷室先生。うん。もう、怖いこと連発しすぎ。なになに？猫。あ、猫だ。ん？今、あっちの茂みから音がしなかったか？誰か、いるのかしら？いや、俺はもう誰か知っているはずだ。え？おぉ。おい、赤羽！こそこそ隠れてないで出てこいよ。あら。おめえか。あ、ハイライトがない。お前が。よくわかりましたね。この手紙を書いたのは、ココアちゃんなの？そうです。ルカちゃんに、ココアを知ってほしかった。ココアだけを見ていてほしかったんです。お前。ああ、かわいい。かわいい。ルカちゃん、ココアの愛を、受け取ってくれますか？いいよ。そんなこと言われても、私にはわからないわ。
昔から告白されるたびにルカちゃんが悩んでいたのは知っています。受け入れたいな。私はいいよね。私もいいよ。だから愛をココアがたっぷり教えてあげますよ。エッチだ。おい、勝手なことを言ってるんじゃねえよ。ルカはお前に困ってたんだ。いや、困らないよ。こんな可愛い子から好かれて。うわ、おー、マイガー。ヤンデレだった、やっぱり。そんなわけないじゃないですか。勝手なこと言わないでくださいよ。おい、なんで包丁なんか持ってるんだよ。忠告したじゃないですか。ルカちゃんに近づくなって。うわぁ、痛い。あ、クロトくん。大丈夫ですよ、ルカちゃん。そんな不安そうな顔をしないで。ココアも悲しくなっちゃいます。ココアとずっと二人でいましょうね、ルカちゃん。わあ、エンドさん、二人だけの世界。あ、お、パスワード3分の3。パスワード4。ほう、なるほど。なるほどね。なんかパスワード分かるたびに何か変わるのかね。あー、まさか先生から逃げたらココアちゃんに殺されるとは思わなかったな。そうだね、うん、電話に出ないで氷室先生からも逃げて、からも逃げたらこうなるから。そうだね。ちょっと一個ずつ選択肢変えてみようか。うんうん、うん、じゃあまず、呼び止められて先に帰る方からやろうか。うんうんうん。じゃあルカ、お疲れ。お疲れ。すまんね、俺帰るわ。あー、俺のことは気にすんなよ、先に帰ってるからさ。クロト君、待って。じゃあ行こうか。氷室先生なら大丈夫だろう。また明日からストーカー探しを頑張ればいいし。わあ。わお。これ多分いないぞ、ルカちゃん。やばい。あ、いたわ。あ、いるわ。聴覚室からルカが出てきた。おはよう、ルカ。なんで視聴覚室にいるんだ？クロト君、それは、その、ユニクロの、私の授業の準備を手伝ってくれてたんだ。そうだね、青野さん。はい。何の準備ですかね。何の準備なんですかね。心なしか、なんか顔がツヤツヤしているような。わあ。やめろやめろ。ルカが怯えてるような気がする。ほら、一ノ瀬くんは早く教室に行きなさい。ルカ、大丈夫か？また後で教室で話聞くからな。大丈夫だよ、ありがとう。うわあ、これ昨日の話かな、これかも。はあ、来てくれてよかったよ。氷室先生、やっぱりこういうことは。こういうこと。ずっと夢を見ていたんだ、美穂。君とまた会える夢を。今度は絶対に、この手を離さないよ。氷室先生、私は、し、みどりさん、だろ？みどりさん、昨日の約束は、覚えていますか？あれ、ルカ。あれじゃあ。あ、ルカ、おった。あ、ちょ待って。
あ、ちょっと待って、違う。ログ見れない、ログ。ログ見れない？あ、見れないわ。ちょっと。先生になっちゃった。もう文字消せたわ。これでちょっとごまかせないかしら。エッチー。エッチだわ。エッチー。あ、いいね。あ、わかった。昨日の約束は覚えていますか？か。こんな感じのセリフだったよね。うん。ナイス。よし。みどりさんの望みを叶える代わりに、私に愛を教えてくれるって。あ、氷室みどりか。うん。そうかそうか。本当はまだ迷っているんです。この約束は、みどりさんを苦しめているだけじゃないのかなって。私はみほ、君を愛しているんだ。だからみほは、私の愛を受け取るだけでいいんだよ。わかりました。わかっちゃったの？わかっちゃったんだね。あのラブレターの真相はわからなかった。だけどもう、私には関係ない。美穂さんを思う、みどりさんの愛の形を知りたいの。うん。さあ、目を閉じて。一つだけ心残りがあるとすれば、私のことをいつも助けてくれる彼のこと。ごめんなさい、クロト君。はあ。エンド2、ミホの代わり。なるほどね。やばい、全部、予言しちゃってた。結構メイスデリしちゃってたね。そうだね。パスワード3分の2、4。あれ、どっちも4なんだ。あら、本当だね。これあれだっけ？なんか、パスワード間違ってたみたいなことを言ってなかったっけ？うん、でもそれまだ修正は入ってないのか。多分入ってないんじゃないかな。そっか。だから後で、ちょっと、ゲームの概要欄にあった、うん。なんだっけ、モスキートーンじゃなくて、なんだっけ。あ、モールス信号。あ、そうそう、モールス信号。あれを買い惜しいけど惜しかったね今ね。あれを解読して入力するのかな、うんうん、じゃあ最後電話に出てみるか。出るの方ね、うん、ちょっと怖いんですけどね。ねえ、じゃあ出ちゃおう。うん、出てもいいんじゃないか。クロト君、わかったわ。はい、青野です。お、青野ちゃん、なんでそいつと一緒にいるの？これ、多分、あれなんだろうな。声変えてんだろうな。変声器使ってるかな。ああ、だから、ハテナハテナなのか。青野ちゃん、なんでそいつと一緒にいるの？この声は、早川先輩か。え？あ、そうなの？そうなの？あら。やばい、超のぶといおじさんみたいな声出しちゃった。あら。正解。俺の愛を受け止めてくれない青野ちゃんが悪いんだよ。ルカ、嘘！かわいい。やばい。これは、全員闇落ちしている。そうだね。いいな、早川パイセン。早川パイセン、かわいいな。かわいい。ちょっと、エロいですね。これだったらちょっとたぶらかされたいな。真っ白な髪の毛。俺に触らせてよ。助けて、クロト君。俺はね、綺麗な髪が大好きなんだ。その中でも青野ちゃんは特別。あ、だから髪長いんだこの人。ああ、はあ、おほほ。だから全部、え、俺にちょうだい。全部、全部丸刈り。髪の毛なくなっちゃうよ。なくなっちゃうよ。
お前、ルカから離れろ。本当に邪魔だな、君。君みたいな真っ黒な髪はいらないんだよ。痛い。くそ。うわ、ハサミでやられたか。俺の髪が丸刈りに。坊主に。早川先輩、あなたは、なんてことを。これで俺だけのものになったね。こっちにおいで、青野ちゃん。ルカ、行くな。俺はサッカー部から野球部に転身する羽目に。やめて、クロト君、助け。4月20日、バツバツ市の高校で、17歳の3年生の男子生徒が、学生をハサミで刺した事件で、警察は捜査を進めています。また、同日女子学生が行方不明となっており、事件との関係性を調べています。はぁ、チャキチャキ言ってるよ。言ってね。急いで逃げてきて正解だったかもね。ね、青野ちゃん。どうしたの、青野ちゃん。そんなに髪の毛を切ったのがショックだった？大丈夫。青野ちゃんの髪の毛は、ちゃんと保管しておくから。ねえ、聞いてる？ああ、帰りたいってうるさかったから、舌を切っておいたんだった。青野ちゃん、やべえな。苦しそうな顔だな。でも、俺の愛で幸せになってね。やば！エンド1。完成されたコレクション。うわぁ！今んとこ結構一番やばいかもな。ねえ。先輩が。一番闇深かったね。先輩一番やばいな。あ、144ね。144だ。まだ救いないじゃん。ないね。救いはないんですか？ね、あ、え、これはこれでパスワードをどこに入力するかだな。これか、愛を知るかな、かな。ちょっとその前にパスワードが合ってるかどうかちょっと確認してみましょうか。そうだね。うん、一回入れてみちゃってもいいんじゃない。今わしらが手に入れた144。そうそう、オッケー。じゃあ一回愛を知るで入力してみるか。うんうん、パスワードを入力してください。うん。でも、かわいい。かわいい。これいいな。ねえ。ほら違うんだ。違うやん。ちょっと変換してきますわ。モールス信号ね。うん。143。おぉ。143だそうです。3。3だったわ。3だったね。一つ違ったね。ね、惜しかったね。惜しかった。じゃあちょっと入れますね。うん、はい、行きまーす。はい。来た！お、これか。子供の頃ね。うん。愛って、なんだと思う？なんだよ、急に。いいから、聞かせて。そうだな。きっと愛っていうのは、あったかくて、幸せなものだろ。クロト君、寝ちゃった？うん。ああ、ルカ、部活お疲れ様。待ってもらってごめんね。いつの間にか眠ってしまっていたようだ。ん？カバンに何か入ってる。これは変わらないんだ。ね。うわ、なんだよこれ。誰がこんな手紙を書いたのかしら。なあ、やっぱりちゃんと先生とかに話した方がいいんじゃ。で、ここで電話ね。うん。こんな時に電話、非通知だ。どうしたらいいかな。電話に出た方がいいのだろうか。え？どうすんの？これで。
電話に出ないしかないよ。あ、本当だ、電話に出ない。あー、なるほど、これはもう強制的にね、そう回避させてくれるんだ。うんうん。電話は切ったわ。気味悪いし、早く学校出ようぜ。で、次ももしかして、もしかして、おや、こんばんは。氷室先生、こんばんは。ちょうどよかった、青野さんに少し頼みたいことがあるんだ。わかわいそうに無視するしか選択肢ない。絶対に無視されるよ先生。嫌われててくさ。いや無視しましょう。ごめん。さよなら。バイ。いつもの先生と違う気がする。それに今先生を怖がっているようだ。先生、それ明日でもいいでしょ。もう帰りますね。ルカ、行こう。あ、ちょっと待ちなさい。高校からだよ。変わるのかな。ちょっと待て。こんなに走るとは思わなかった。部活よりも走ったかも。ありがとう。少し苦手なの、氷室先生。ガサガサと。ん？今あっちの茂みから音がしなかったか。誰かいるのかしら。いや、俺はもう誰か知っているはずだ。二周目だから。おい、赤羽、こそこそ隠れてないで出てこいよ。よくわかりましたね。この手紙を書いたのはココアちゃんなの？そうです。ルカちゃんにココアを知ってほしかった。ココアだけを見ていてほしかったんです。これかわいい。これちょっと、そうね。ルカちゃん、ココアの愛を受け取ってくれますか？これ、あれなんだ。もう消せないんだ。右下にない。あ、ほんとだ。進めるしかないな。ねえ。そんなこと言われても、私にはわからないわ。入学してから男の人に告白されるたびに、ルカちゃんが悩んでいたのは知っています。だから、愛をココアがたっぷり教えてあげますよ。おい、勝手なこと言ってるんじゃねえよ。ルカはお前に困ってたんだ。そんなわけないじゃないですか。勝手なこと言わないでください。お？ん？お、お。違うな。ココアを否定するんですか？さあ、あなたが思う正解は、愛の形は何なんですか？を幸せにする。相手を困らせるものでも、悲しませるものでもない。お互いが幸せになる、そんな温かい感情だって思ってる。なあ赤羽、わかってるだろ。こんなことしても何にもならないぞ。そんなことないです。ココアは、ココアは。それにさ、愛は自分も幸せにすると思うぞ。もっと自分も大切にしろよ。愛は、ココアも幸せにする。ああ、赤羽は座り込んでしまった。へなへなと。お母ちゃん、ルカ、帰ろう。うん、そうだね。ココアちゃん、ありがとう。ちゃんとお礼が言えるいい子だな。いい子よ。はあ、はあ、ああ、遅刻しそう。急がないと。って、あれ？
もう遅いですよ、一ノ瀬くん。おはよう、クロトくん。おはよう。なんで二人がいるんだ？ココアが二人とお話をしたかったので待ってました。聞いてくれますか？ああ、聞くよ。昨日はごめんなさい。ルカちゃんを困らせてること、ココアは気づいていませんでした。一応一ノ瀬くんにもごめんなさいって言いたくて。一応ってなんだよ。でも赤羽が分かってくれてよかった。ね、でもルカちゃんを好きなのは変わってませんけどね。そう。だから好きになってもらえるように頑張ろうと思ってですね。いい子だね。いい子だね。よかったな。あ、言えば分かるっていいね。ただそうだね。やっぱ純粋な愛だったんだな。そうだね、うん、じゃあ本当に遅刻しないようにそろそろ行きましょうか。そうですね、行きましょう。あら、もう平和的解決してる。あ、この人は？じゃあもう一度確認するよ。陸上部で先輩からボディタッチが多くて困ってる人がいる。顧問の先生とも確認して対策を練ってもらうでいいかな。はい、大丈夫です。ありがとうございます。このルートの氷室先生はいい人ね。ところで先生、娘さんは元気ですか？そうだな。あまり話していないんじゃないですか？娘さんは多分先生と話したがってると思いますよ。確かに美穂が他界してからほとんど話していないな。ありがとう。今日は早めに帰るよ。先生も辛い経験をしてきっと疲れているんだろう。今の家族との時間を大切にしてほしいな。うん、そうだね。なるほどな。ルカちゃんに重ねるんじゃなくて娘ちゃんと向き合ってほしいわね。そうだ。氷室先生に話してきたよ。そう、伝えてくれてありがとう。これで解決してくれるといいけどな。改めてありがとう。クロト君に相談してよかった。いやいや、俺は何もしてないよ。ここに来て初めてルカちゃんが頬をあからめたね。そう、俺は何もしていない。ストレートに好きと言える赤羽が少し羨ましいな。そんなことないわ。だって少しだけ愛が分かった気がするの。え？それに興味が湧いたしね。わあ！だからもっと愛を教えてね、クロト君。なんでこれ消せないんですかね。あ、消せた。お、消せてる。やったわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。エンド4、愛を知らないヒロインへ最大限の愛を。うわー、よかったー。ありがとうございます。これで全クリかしらね。かな。いやー、そうね、クロトくんが、うん、その子供の頃から変わらない愛の考えを形を持っていたから、ルカちゃんはもうクロトくんからの愛をビシビシ感じて幸せになったということですね。そうだ。オタクになっちゃうんだけど。そうね、クロトがね、変わらなかったおかげでね、うん、
同じことしか言えないわ。クロト君以外やばいやつしかいなかったしな。いや、そう、いや、ちょっとね、途中からもしかしてクロトもやばいのかなとか思っちゃったり。ね。ちょっと、そう、ちょっともう救いがないエンドもあり得るのかなとか思ったけど。いや、綺麗だった。まあ、そうではなかったと。ね。そうそうそう。よかったわ。よかった。じゃ、ちょっと最後おまけだけ見て終わりにしましょうかね。そうだね、ほんとだ、おまけがあるのか。そう。おまけ。なんだろう。おー、ミロクさん！おー、ミロクさん！やっほー。ははは。皆さんこんにちは、制作者のミロクです。こちらはおまけ部屋プラスクレジットです。本編のエンド4つをクリアしてからの閲覧を推奨します。まだの方は部屋を出るを選択してください。どうぞごゆっくりお過ごしください。おー、おデスク BGM だ。いいね。どこに行こうかと。おお、おお、え、魅力との会話があるぞ。やった、魅力さんと話せるぞ。これ最後にしよう。最後にしよう。どうする？じゃあ学校出る。あ、おい。おまけ終わっちまうだろ。あ、そっか。じゃあ視聴覚室。オッケー。どうぞ。お、なんか怖い、怖いぞ。スクリーンに映像が映し出されている。おお、ああ、なるほどです。最高です。でもそう、なんか言ってたもんね。そうだった。このそうそうそう、なんて言うんだっけ、こういうの、あのスチルね。そうそうそう、スチルだけ見れる部屋があるってね。あるってね。ああここだったか。実況者にはとても嬉しい部屋ですね。うん、いや可愛いな、このココアちゃん。かわいいね。これ、包丁ないバージョンじゃん。うん。あ、出た！あるすごい。クリックで。うん。クリックで包丁出る。すごいな。エモい。あ、違う。今はチルイって言うんだっけ。いや、これ、多分これはチルイは間違ってるよね。だいぶチルと逆の方向に行ってると思うから。確かに、金箔感しかないからな、これ。そうそうそう。最高ですね。すごいな。いや、このね、子供の頃のね、ルカちゃんもいいしね。ね。小学生ってわかるランドセルちゃんと背負ってるもん。あ、あ、照れた。すごいすごい。あ、全部やっぱ表情変わるの。ね。あ、これ好きだな。パイセンは？あー、来た来た来た。あー、そっか。ハサミよね。いいねいいね。丸刈りにされたからな、それで。これはどうなるんだろう。先生、変わんなかったっけ、多分。あ、おな、あー、こっちね。あー、なるほどな。先生ルートってことね。先生ルート。これね。で、最後。おい。クロト。クロト、かわいい顔してんじゃねえか。クロト、やるな、お前。よかったな。なんか、長年の片思いがここで実った感じするな。ねえ。よかったな。いや、かわいすぎる、ルカちゃん。横顔美しすぎるだろ。ルカちゃんすごいいいね。髪の毛、そりゃボディジャッジ先輩もね、髪の毛欲しくなっちゃうよ。ねえ、うん、サラッサラや。ふわふわのサラッサラや。もう早川先輩の名前一瞬出てこなかったもん、私も今。ボディタッチ先輩って。ボディタッチ先輩。いや、よかったな。いい部屋です、ね。じゃあ次図書室行こうか。図書室行きましょう。これは何の部屋だろうね。なんだろう。誰もいない図書室だ。机に手紙が置かれている。おあ、これあれだ、クレジットだ。クレジットか。うん。紙を手に取った。あ、なるほどね。手書きなのね。ね、やっぱそうなんだ。そうなんだね。いいね。写真だったもんね、だって。うん。おぉ。音楽いっぱい使ってる。終わった。いいクレジットでしたな。ね、でも BGM すごい好きだったわ。ねえ、すごかった。何でも、もう全部、それこそ散るかった。うん、合ってる合ってる。合ってる。よし。多分。最後。もっと？魅力さんと会話しよう。会話。魅力さん。魅力さん。僕とおしゃべりする？後書き的な何かが聞けますと。話そう。じゃあ、廊下に戻ろう。廊下に戻ろう。話そう。改めてこんにちは、
魅力と申します。魅力さん。ヤンデレが大好きな僕による理想のヤンデレゲームを作りました。テーマは愛の形です。早川先輩、氷室先生、赤羽ちゃん、一ノ瀬くんの愛については4つのエンドで取り扱いました。正規ルートやハッピーエンドなどの区別はありませんが、エンド4が幸せになる人が一番多い気がします。あと、直接的には書いてませんが、青野ちゃんの愛の形もわかるかもしれません。考察してみてね。なるほど。愛の形？このゲームの制作に関わってくださった皆様、そしてあなたへ、ありがとうございました。普段はフリーゲームを中心にゲーム実況をしているので、ぜひ遊びに来てね。それでは、愛を知らないヒロインへの世界を楽しんでください。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。行かないで。行かないで。行かないで。よくさん。よくさん。ヤンデレ、そういえば言ってたわ。好きだって。なるほどね。もうそれが全面的に出たゲームだったってわけか。そうね。完全に伏線回収だった。普段の会話から。もう魅力さんとの会話に入らなくても会話してたんだもんね。そうだね。まあでもすごいな。ここでさ、その、ルカちゃんの愛の形を考察してみてねっていうさ、語りかけをすることによって、うん、まあ、みんな終わった後もまたちょっと考えるっていう形にしてるのが今すごいなって、ちょっと個人的にそう思った。いいね、ちょっと一回学校出て、じゃあルカちゃんを見ながら考察してみようか。そうだね。わしらの考察、うん、まあでもこう、わかんない。個人的には考察も何もって感じだ気はするんだけど、うん、まあ最後ね、クロトに、あ、チュってしてたわけやん。うん、そうそう。だから、クロトとまあ近い、愛の形に結構納得したんじゃないかなっては思ったけど、うんうんうん、うん、そう、クロトが考えた愛の形、うん、実際にちょっと幸せを感じたんだろうね、そのクロトくんが、うんうん、幸せにするものだって、お互いが幸せじゃなきゃ意味がないっていう、うんうんうん、だから先制ルートとかではさ、あれだったじゃん、うん、一方的に愛を受け取るだけみたいな、あ、そうだね、そう感じのルートで結局自分は愛を知らないままというか、その自分に向けられた愛ではないものを知ろうとしてたわけじゃん。そうだね。で、結局自分自身は幸せじゃないみたいなさ。うん。クロト君とならお互いできるんじゃねって思ったってことなんかなって。ね、ちょっと多分自分の中でも腑に落ちてるものがあって、うん、あの笑顔なわけでしょ、最後はね。うん、ね。確かに他の二人に関してはさ、うん、なんか喋れてなかったからね、ココアちゃんが。あ、ココアちゃんじゃない。あの、ルカちゃんね。ルカちゃんがね、うん、そうそうそう。舌取られてたからね。うん。一方に関しては。全然幸せじゃないもの。それもやっぱ違ったんだろうね。うん。私、ココアちゃんに関しては、その、まあ、愛はでかいかもしれないけど、気づいてなかったよね、食べるかちゃん。そう。そもそも。気づいてないし、その、自分と、ココア、あ、なんだ？ルカちゃんとココアちゃんが幸せになるためなら手段を選ばないみたいなやり方は、うん、多分、ルカちゃん的には嬉しくない行為だったんだな、と思う。うん。そうね。まあ、唯一その、愛の形に興味を示してた描写が見れてんのが、その先生のとこと、うん、まあ、クロトのとこはもちろんって感じだけど、うん、そうね、だかな、うん、なんだろう、あの氷室先生の場合だと、その、うん、ただただやっぱり愛の形に興味があるってだけで、うんうんうん、そう、自分は関係ない立ち位置みたいな、なんだろう、難しいな。まあそうだね、愛っていう概念のことに関して、うん知りたいから、うん、まあちょっと受け入れちゃったってことだよね、うんうん、先生ね。だから、どうなんだろうな。その、クロト君と、その、お互いが幸せになるっていう恋愛の愛の形っていうのを納得した上で、
これから愛をいっぱい教えてねって言ってたわけじゃん、最後に。ああ、そうだね。だから、愛をお互いが育てていくみたいな愛の形、みたいな。うん。みたいな。みたいな。はい、まあ、うん、こんなぐらいですかね。もう多分ね、語り始めたらまだまだ多分喋れるんだけど。まあ、ここに関してはね、人それぞれの、いろいろね、考察解釈があるだろうから。ここはね、皆さんは、とも楽しみたいよね。そう、ルカちゃんの愛の形はどんなものだと思いましたか？よければ、コメント欄で教えてね。なんでそんな、機械みたいになってんの？なんかすごい面白かったな。面白かったし、すごい、まあでもゲームを作ってた魅力さんに拍手。ねえ、魅力さん本当にお疲れ様。めちゃめちゃいいゲームだった。お疲れ様です。ってことで、じゃあまたゴドゼとね、一緒にゲームとかすると思うんで、その時はまた一緒に楽しんでくれよな。いいとも。よし。では、ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れでやんす。いいよー。